はい、こんにちは、レトスノーです。今回なんですけども、負担付き贈与、民法553条について解説いたします。で、この負担付き贈与っていうのは贈与なんですけれども、負担がついていることによって、まあ、贈与のルールを適用するのではなくて、後でお伝えをするんですけども、もう売買契約、こちらのルールを使っていくっていう話になってくるんですね。贈与って書いてあるけれども、この負担がつくことによって、まあ、これはもう売買契約と内容的には似てるでしょ、だから売買契約のルールを使っていきましょうっていうような内容となっております。で、負担付き贈与っていうのは負担がついた贈与のことです。もう文字通りです。例えばなんですけども、家の掃除をしてくれたら時計をあげるよ、こういったのが負担付き贈与なんですね。こっちの家の掃除をしてくれたら、これがなかったとして時計をあげるよっていうのであれば、これは単なる贈与なんですね。でも今回の話は負担がついてるんですよ。で、今回の負担の内容っていうのは家を掃除すること、これが負担なんですね。ちょっとこちら見ていただきたいんですけども、 A さんが B さんに対して家の掃除をしてくれたら時計をあげるよ、まあ、こういった契約を結んだとします。そうすると A さんは時計をあげる債務を負います。で、一方で B さんは家の掃除をする負担を負うわけですよね。そうすると B さんとしては、この負担っていうのは一種の債務みたいなもんじゃないですか。 B さんは単に時計をもらうだけではなくて、 B さんは家を掃除しなければこの時計もらえないわけだから、売買契約とよく似てるんですね。実は売買契約っていうのは総務契約って呼ばれる部類に入ってきます。総務契約っていうのは、総ってこれ、まあ、2つっていう意味ですよね。当事者2人がお互い債務を持つ契約、これが総務契約なんですね。互いに債務を負う契約、例えば売買契約が総務契約に当たるんですね。例えば AB 間で、まあ、時計を10万円で売るよ、買いますよ、まあ、そういった売買契約を締結した。そうすると売り主としては時計を引き渡す義務が発生して、一方で買い主はお金を支払う義務が発生するわけですよね。お互い債務を負うわけですよ。で、今回の内容も一緒なんですよね。お互いが、まあ、債務を負うみたいな感じになるわけだから、まあこれは総務契約でしょと。贈与とは言うものの総務契約にも類似しているわけだから、これは総務契約のルールを使いましょう。まあ順用っていうのは、まあ、使うっていったイメージで大丈夫です。したがって売買契約同様、契約不適合責任を負うことになるんですね。例えばこの贈与契約を書面で行っていたと仮定しましょう。通常の贈与契約であれば、書面で贈与契約を行うと後で解除することってできないんですよね。でもこれ書面で行っていたとしても、もし B さんが掃除をしなかったら A さんは解除することができるんですね。これは契約不適合責任が使われるからなんですね。履行しないというのであれば、相当期間を定めて家の掃除してくださいっていうふうに催告をして、で、催告しても相当期間内に家の掃除を B さんしないというのであれば、じゃあもう時計あげるのやめますということで、この負担付き贈与契約を解除することができると、まあいった話です。なので今回頭に入れていただきたいことで言うと、負担付き贈与っていうのは、贈与っていう言葉が入っているんですけども、贈与契約のルールを使うんではなくて総務契約のルールを使うんだ、もっと分かりやすく言ったら売買契約のルールを使うんだ、つまり契約不適合責任もあり得るんだということですね。ここをちょっと頭に入れていただきたいんですよね。なのでもう一つ具体例を挙げると、 B さんはちゃんと家の掃除をしましたと。で、 A さんが時計あげるよって言って時計あげた、時計あげたはいいけれども、その時計がもう全く使えないし、もう修理もできないような、もうほぼほぼ価値がないような時計を渡しちゃった、こういった場合、まあ、契約不適合責任を問うことができるわけですね。例えば違うものをくださいとか、まあ、それ相当の時計をくださいっていうふうに請求することができるっていう話ですね。まあ、今回はこれ家を掃除する負担なので、まあ、金額的に表すと、まあ、大した時計はもらえないですよ。ロレックスくださいとかって言ってもそれはダメですからね。家の掃除をしたっていうものを、まあ、対価に変えて、まあ、それがね、いくらぐらいになるかわからないです。例えば、まあ、これが1万円ぐらいっていうのであれば、1万円ぐらいの時計を渡さなければいけないっていう話です。まあ、それぐらい頭に入れていただければ大丈夫です。今日も最後まで動画ご覧いただきましてありがとうございました。
宅建合格目指して一緒に頑張っていきましょう。